皆さんこんにちは、さなぎさこころです。重大発表があります。イエーイイエーイってなってる。はい、今回はですね、なんと、まあ、いつかね、いつか作ってみたいなと思ってた夢があったんですけれども、なんと実現しちゃいました。リンゴルフアパレル始めます。ということでですね、いつからだろう、あれ去年の9月かなに、なんかやりたいなみたいな話から始まってですね、まあね、打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせ、えがた、まあダメだだこうだもあり、やっとこの SS からスタートすることになりました。紹介したいと思います。ちょっと私が一番気に入ってるやつ、一番気に入ってるレディース、まずこちらになります。じゃん、ベストでございます。これはかなり自分でも可愛くできたなと思ってます。この色の配色とかも可愛くできて、この何とも言えないピンクを使いたかったので、これで結構ドン、もうリンゴルでしょみたいな、ザ・リンゴルみたいな、あ、リンゴルリンゴルって言ってるけど、アパレルブランド名はリンゴルフではありません。 F を抜かしました、リンゴルです。はい、なのでこれがまず一押しの商品になります。もう一点、ダダン、総柄です。リンゴルフのリンゴがたくさんある総柄のスカートになります。これもまあ結構こだわりました、配色なども。ネイビーに、白地にネイビーのリンゴをたくさん描いてもらいました。はい、でメンズ難しいなと思ったんですけれども、やっぱりこう視聴者さんもメンズの方が多かったので、メンズもちょっと頑張って作ってみました。結構あのレディースの中でもメンズ寄りのものがあったので、まあ同じにねはなるんですけれども、じゃあメンズちょっとこれかな、これとかは着やすくていいと思いますよ。じゃん、ネイビーに白いリンゴがいっぱいついてるリンゴルポロシャツですね。割と素材もカノコで伸び縮みするんで、サラッとしてて着やすい素材に仕上がっております。プリントです。裏はこんな感じです。男性はやっぱりこうあんまり柄物もあれかなと思ったんですが、まあ、ちょっとシンプルなねパンツ、スウェットタイプのパンツですね、もう作ってみました。後ろにリンゴが入ってます。ちょっとシンプルですからね、皆さん分かってないかもしれないですけど、ここもリンゴになってます。実はねこういう風に作っちゃいました。まあこの柄は男性もいけるんじゃないかと思う、結構ゴルフ場で目立ちますが、ぜひトライしてみてください。で、なんとここに並んでるのが全てではなく、まあ上は全てですね、であと下が何個かあります。結構あの男性の方が肩数は少ないんですが、なんとこれが Amazon で予約が始まります。まだあの EC サイトの方とかが間に合ってないので、まず最初に Amazon で予約が開始されます。ですのでぜひ予約よろしくお願いします。発売日は確定してなくて、ここっていうのは決まってるんですけど、その最終の号が出てないんでまだ言えないんですけれども、コンペ、4月20日のコンペにこのアパレル全部持ってきます。でそこで受注受けます、予約受け付けます。なのでこの試着もできるので、ぜひコンペに来た方々は試着もしてみてください。で私がまあここまで作るまでに、まあ、いろんな方々と試行錯誤をしました。素材選びからデザインから、まあ、いろんなトラブルもあったりとかしましてね、まあ、雪が今年いっぱい降ったとかもあって届かないとかいろいろあったんですが、まあ、なんとかここまでできたので、その工程をですね、まあ、どういうとこから始まったのかっていうのを今回は少しずつなんですが撮ってたので、そこをぜひ皆さんに見てもらいたいと思います。それではどうぞ、あ違うどうぞ
こういう感じのにしたいみたいなのは多少ある。多少今年何々今年何々今年何々みたいな感じに変えなくてもいいかなって思ってて、結構やっぱベース の, そのシンプルさとか、うん、はい、使いやすさとか、はいはい、合わせやすさをメインに他のブランドと喧嘩しないような服にはしたいなって。なんかこういうモフモフしたのでリンゴルフのマークをつけたいとか、シンプルなものにうちのマークをつけたいっていう方が多いかも。一旦こういう感じの総柄を上げてみました、うん、素材はこの、まあ、伸びるジャージにして、でなんか前回の商談の時になんかシワになるんよな、嫌なんだよねとかってよく言ってたじゃないですか、で汗かくとすぐ乾く方の方がいいだろうなと思って、素材はちょっと機能素材のこういうポリエステル系の方がいいかなと思って、これに関してはもうこの素材でいいかなと思ってね、うんうん、さっきの黄色の細いボーダーが好きじゃない。ああ、そうなんですね。細いボーダー太く見えないんでしたっけ。太い方が太く見えます。太い方が太く見えるんですよね。まあ、ボーダー自体がまあそもそも太く見える、そもそも太くストライプの細く見える。長いところ増えよ、こういうね、美しい小物たちがたくさんついてるということに気づいた。シリコンとネーム、後ろのタグと、刺繍ワッペンにエリフセテープ、エリフセテープ、ボタン、ファスナー、ファスナー、そして全部のポイント。最初、まあ、こんな手だったのをもうちょっとオリジナルのリンゴルっぽくこっちにね変更しました、ね、素材を最初これだ、ね、ちょっとふわふわしすぎた修正をしたら、あ、これになった。この生地もこんなちっちゃいところで、これで大きいものを想像しなきゃいけないっていうのが、ぐちゃぐちゃだ。ゴルフはみんなこの辺がね飛びるとか気になるから、そういう着心地でしたけど、で結果これにね、はい、色もあって機能性もあってクールマックスっていう、これからの SS 用の素材、この生地で今裁断中ですね。ラグはまだサンプルが上がってきてはないんですけど、はい、ここのテープこだわりましたよ、このこのテープちょっとサテンのリボンにしてみました。やっぱそれがめっちゃでっかいかも、うん、そうですね、ここがキュッて、うん、こういう感じになります。はい、やっぱり、はい、ココロちゃん、このグリーンどうですか。嫌です。あ、よかった。なんか二人して似合うかなこのグリーンはちょっと嫌。多分それ緩かった気が。緩いっすよ。ちょっとなんか収まり悪いねって話してたけど、なんか肩がちっちゃい。そうでもない。大丈夫。こんなもんですか。どう。34の指示でちょっと1センチちっちゃく上がってきました。33で。素材がやっぱ伸びるから全然ちょっと見たい子真っ白の体操服みたいな、かわいい。シンプルだね。シンプルだけどそのリンゴがすごいかわいい。ゴルフっぽいリンゴが、後ろもすごいかわいい。あのシリコンワッペン、シリコンワッペン、かわいい、かわいい。これとかでも合うね。かわいいけど、かわいいですね。普通にかわいいですよね。長さが、まあ、全然動きやすいわ。長さ嫌じゃないですか。長さ聞いてますね。どうですかね。やっぱこれなしにしよう。このサイズなしで L を作ります。もう一個大きい。あ、その赤を見てよ。赤色もだいぶ変えるんで、とりあえずちょっとこっちよりですよね。はい、ネイビーがちょっと普通のネイビーで、そうですね、こっちのネイビーになってプリントするんだもん。これだからも全然いいですね。で、こんなもんだっけ、肩幅、肩が、でもさっきのやつより小さいですよね。小さい気がします。そう、もうちょっとここを上げて、もうこうしてくれるといいよね。なんかこれがすごい強くて、ブランドになってきたらよく見えてくるよな。最初はもう見慣れてないから、見慣れてないからそうなっちゃう。ああ、
女子だとこっちの大きさがいい。あ、ちっちゃい方がいいですか。うん、あ、いや意外といい。こっちがやばい、ね、そうなんですよ。次回またなんか考えたいなっていう、ちょっと、ね、ちょっと中止しましょう。そうですね、それがいいなと思って。もうこれはもうちょっと今の段階でこれだと思う、うん、そうそうそう、怖いんですよ。結構やばい、時間かかるんですよ、うん、この生地ってどうなの、透けます？いや、これは…あ、そうそう、やっぱこれがね、うん、出ちゃうんで、メーカーはここに別売りでつけてる、ショートパンツ、あ、スパッツみたいな感じで、あ、なんか白だから白のをつけてとかあるけど、これ履くときはこれ履いてくださいで、ちょっとこうして別売りで、別売りっていうかセットにくっついてるね、くっついてるところもある。あ、でもつけちゃっていいと思う。はい、いや、いかがでしたか。いやー、なんか長かったんですけど、今思えばあっという間だったなとは思ってます。で、このアパレルですね、概要欄のね、リンクにありますので、そこからピッと押すと買える予約ページかな、予約ページに飛びますので、皆さんぜひその概要欄のリンクをポイッと押してください。今日は重大発表になりました。リンゴル、ぜひリンゴルフとともどもよろしくお願いします。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。